日本鹿児島県鹿児島市と祖都祖は、鹿児島県鹿児島市の町庭。郵便番号は8 9 0 0 0ロ8 1人口は6212人、世帯数は3511世帯。都祖1丁目から都祖4丁目まであり、都祖1丁目から都祖4丁目までの全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中部、新川の下流域に位置する。 町域の北方には、田上、上田町、南方には支原、郡元町、東方には、上田町、氷本、西方には、田上台、田上がそれぞれ接している。町域南部の都祖4町目には、学校法人鹿児島十二新女子学園が運営する、鹿児島十二新女子中学校、高等学校及び、鹿児島十二新女子短期大学があり、西部の都祖3町目には、 鹿児島大学農学部附属農場塗装果樹園、塗装1丁目及び、塗装2丁目には、鹿児島市営塗装墓地などの墓地が所在している。塗装という町名の由来はこの付近が、塔の船が着いた港であったという説や、この付近に当人が住んでいたという説がある。江戸時代後期の薩摩藩の知事である、三国名称図へ、には、塗装について、下記のように記述している。 当なぎさ中村にあり、このところいにしえ、会にして、東土の狂白止まりつなぎせるゆえに、当なぎさのなありと言い伝う、すなわち側に、船つなぎの松と手ありし、近きに枯れたり、このちいま海、浜をょることどうく、変して、電夜となれり、ここに、電財転車あり、当人の混流といへり、これを、すずめが、宮と名づく、鳥居の傍らに、怒りして池あり、 当人怒りを捨てしとぞ周りわずかに9歩ばかり、深きこと4尺余りもあらんと見たり、いずれの時世ということをつまびらかにせず、椎く、高木ため、深谷ため三ささぎ、この理にあればさもありなんか。三国名称杖巻の七股、塗祖という町名は、東京道出版の難読地名辞典や、平凡社の日本歴七名体系において難読地名として収録されている。 1993年3月1日に、鴨池町の全域及び軍、元町及び多賀町の各一部にあたる都祖地区において、住居表示が実施されることとなり、多賀町、鴨池町、軍元町の各一部より、都所一丁目が設置され、多賀町、鴨池町の各一部より、都所二丁目、鴨池町、軍元町の各一部より、都所三丁目、 塗装4丁目が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島巡新女子中学校、高等学校鹿児島塗装、郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。郡本駅高来通線。ありがとうございます。